ロシアのショイグ国防相はプーチン大統領と会談し、ウクライナ南東部のマリウポリを制圧したと報告しました。ショイグ国防相はプーチン大統領と直接会談し、マリウポリ全域はロシア軍の支配下にあると述べ、マリウポリを制圧したと報告しました。一方、アゾフスタリ製鉄所には2000人のウクライナ兵らが残っていると報告しました。プーチン大統領はアゾフスタリ製鉄所について、ロシア兵がこの施設の地下を這い続ける必要はない、ハエも通れないよう封鎖する必要があると述べ、攻撃を中止し製鉄所がある工業地帯を封鎖するよう命じました。プーチン大統領とショイグ国防相が直接会談するのは侵攻開始直後の2月27日以来だとみられます。会談はテーブルを挟み、マスクなどはなく対面で行われました。